神宮寺雄太がインスタグラムストーリーにアップしたサインの瞬間や、平野翔が横で一生懸命にサインを書いている様子に、多くのファンは胸を打たれました。神宮寺雄太と平野翔のサインやイベントは、ファンにとって特別な意味を持っています。彼らの存在そのものが、日々の生活の中で大きな癒しや喜びを与えてくれるのです。彼らがサインを書く姿や、ファンに向けて手を振るシーンは、 ただの一瞬の出来事かもしれませんが、その背後には深い絆や感謝が込められています。神宮寺雄太がインスタグラムストーリーにアップしたサインの瞬間や、平野翔が横で一生懸命にサインを書いている様子に、多くのファンは胸を打たれました。その瞬間を見た人々は、まるで自分がその場にいたかのように感じ、心が温まる思いを抱いたに違いありません。特に、ファンが一緒に過ごす時間やイベントに参加する機会は、 彼らにとって一生の宝物となります。タワーレコード渋谷での出来事を振り返るファンの声には、そうした瞬間がどれだけ貴重で、どれだけファンの心に残るものかがよく伝わってきます。ファンの一人が語ったように、サインは見れなかったけど、また次の機会を楽しみにしています、という言葉には、待ち続けることの喜びと、再び会えるという希望が込められています。彼らは一度サインをもらえなくても、 その機会がまた来ると信じて待ち続けるのです。それは、アーティストとファンとの間に築かれた信頼関係があるからこそ可能なのです。また、別のファンが、この日、4時間前に私ここにいたんだよね、と語るように、実際にその場所に足を運び、そこに神宮寺優太や平野翔が来ることを予期せずとも、その場にいたことで特別な思い出となります。たとえサインを書いている瞬間を目撃できなかったとしても、 その場の空気感や彼らが近くにいるという感覚は、ファンにとって大きな意味を持ちます。しかし、こうしたイベントやサイン会は、すべてのファンが参加できるわけではありません。特に地方に住んでいるファンにとって、渋谷のような都市部で行われるイベントに参加するのは難しいことがあります。地方民には行けないやんというファンの声には、地方に住むファンのフラストレーションが垣間見えます。しかし、 そのの声にもも負けけず彼ららは遠くからでで応援し続けるのですたとえ現地に行けなくても SNS やインターネットを通じて共有される情報や写真に心を寄せ喜びを分かち合っています現代のアーティストとファンの関係は SNS の発展により大きく変わりました昔は直接のイベントやコンサートでしかアーティストに接触することができませんでしたが今では彼らの日常の一瞬を垣間見ることができるようになりました 神宮寺雄太が投稿したインスタグラムストーリーは、まさにその一例です。ファンはその投稿を通じて、アーティストの日常や裏側を見ることができ、彼らとの距離がぐっと縮まったように感じます。しかし、この近さが逆にファンにとって新たな課題を生むこともあります。常に彼らの最新情報を追いかけたいという欲求が強くなり、情報過多や焦りを感じることも少なくありません。例えば 秒で終わっったた選べなかったというコメントに見られるように、人気のあるイベントや商品は瞬時に完売し、参加や購入が難しいことがあります。このような状況は、ファンにとってフラストレーションを引き起こしやすく、特に限られたリソースの中で応援しているファンにとっては大きなプレッシャーとなります。それでも、多くのファンはそのような状況に対しても前向きに捉えています。イベントに参加できなくても、 他のファンが共有する写真や情報を見て楽しむことができ、また次のチャンスを心待ちにしています。このように、ファン同士が支え合い、情報を共有する文化が広がっているのです。また、平野翔がサインを書いている姿に対する反応は、まさにファンの愛情の深さを象徴しています。画数の多い、平野翔ってサインを一生懸命書いてる姿、と言われると、その情景が浮かび上がり、 微笑まましい気持ちになります彼のサイン一つ一つに込められた努力や思いは、ファンにとって大切な宝物です。それがどんなに小さな瞬間でも、その背後にあるストーリーや思い出が、ファンを支え、応援する力となるのです。さらに、チラミえ紫輝ちゃんも可愛いという表現には、アーティストのほんの一瞬の姿でも、ファンにとってはそれがどれだけ価値のあるものであるかがよくわかります。 アーティストとファンの関係は一方的ではなく常に双方向の感謝と愛情が行き交うものです。ファンがアーティストを応援し続けることでアーティストもその愛に依頼ようとする。その循環が彼らの関係をより深いものにしているのです。このような関係性は単に好きという感情だけではなく日々の生活において大きな支えやモチベーションとなることがあります。例えば、 週も残業お疲れ様、自分という言葉には、日常の忙しさの中で、アーティストの存在がどれだけ励みとなっているかが感じられます。仕事や勉強、日々のストレスを乗り越えるためのエネルギー源として、彼らの存在が重要な役割を果たしているのです。また、神宮寺勇太が、ちら見えしている姿に対しても、多くのファンがありがとうと感謝の気持ちを示しています。この、 ありがとうは単なる感謝のの言葉以上の意味を持ちますファンにとってアーティストが見せてくれるその一瞬一瞬が彼らの日常の中で大きな意味を持つからです。アーティストが見せてくれる姿や投稿はファンの心に寄り添い時には支えとなり時には喜びや感動を与えてくれます。このようにアーティストとファンの間に築かれた絆はただの応援関係を超えています。 ファンはアーティストに対して深い感謝の気持ちを持ち続け、アーティストもまたその愛に依頼ようとします。そして、その関係があるからこそ、どんなに距離があっても、どんなにイベントに参加できなくても、ファンは彼らを応援し続けるのです。神宮寺雄太や平野翔のようなアーティストが、これからもファンとの絆を大切にしながら活動を続けることで、さらに多くの人々に喜びや感動を与えていくでしょう。その絆の深さは、 ただの偶像崇拝や一方的な憧れではなく、相互の理解と共感に基づいています。例えば、ファンは彼らの成功をただ喜ぶだけではなく、その成功の背後にある努力や苦労を理解し、支えようとします。アーティストが新しいチャレンジをする際には、その挑戦に対してエールを送り、失敗したとしても励まし続けるのです。こうした関係性は、彼らが単なるエンターテイナーとしてではなく、 一人の人間として尊重され、愛されていることを示しています。平野翔が見せる努力の姿勢や、神宮寺優太がファンに向ける優しい笑顔は、彼らが自分の道を歩み続ける上でどれだけの決意を持っているかを象徴しています。ファンは彼らのそんな姿を見て、自分自身も前向きに生きようとするのです。神君の色気がどんどん増していく翔ちゃんのサインが見たいという言葉には、 彼らがどれだけファンにとって魅力的な存在であり続けているかが現れています。そしてそんな彼らの姿を間近で見たい応援したいというファンの思いは日々の生活の中で大きな原動力となっているのです。また神宮寺勇太がサインを書いている姿や平野翔がその横で一生懸命にサインを書く姿に対して愛おしさ爆発すると表現されるようにファンは彼らの一挙手一投足に感動し。 心を動かされます。その感情は、単に彼らのルックスやパフォーマンスに対する憧れだけではなく、彼らが一生懸命に取り組む姿勢や、ファンを大切に思う気持ちに対する共感や感謝から来るものです。チラミエ紫かがやちゃんや、神君の優しい微笑みといったフレーズは、アーティストが見せるほんの一瞬の仕草や表情にも、ファンがどれだけ心を寄せているかを物語っています。こうした瞬間を目にしたファンは、 その一瞬をを写真や動画で何度も見返ししそそこに込めらられた彼のの思いを感じ取ろうとしますその行為自体が彼らとの距離を縮め心の中でより親密な関係を築いているのです。地方に住むファンにとって直接会える機会は限られているかもしれません。しかしそれでも彼らは SNS やファン同士のコミュニケーションを通じて彼らとのつながりを感じ応援し続けます。 地方だから衣装もないけど、3人のサインがあって嬉しかった、という言葉には、少しの情報や写真でも、彼らにとっては大きな喜びとなることが伝わってきます。たとえ現地に行けなくても、その情報を共有し合うことで、同じ瞬間を分かち合い、共に喜ぶことができるのです。また、神宮寺勇太や平野賞のサインやイベントに関しては、時折、予想もしなかったサプライズがファンに届けられることがあります。 例えば、特定のイベントで突然サインを書き始めたり、予定されていなかった登場をしたりすることは、ファンにとって思いがけない幸運であり、忘れられない思い出となります。これらのサプライズは、ファンに対する感謝の気持ちを表すと同時に、彼らがファンとの関係を大切にしていることの証しでもあります。一方で、こうしたイベントに参加できないファンにとっては、その情報を受け取ることで、 羨ましししささや悔しさを感じるることもあるでしょう絶対に負けられない戦い、明日しかなかったからトライしたけど惨敗です、という声には、参加したかったけれどかなわなかったという悔しさがにじみ出ています。しかし、そのような感情もまた、ファン活動の一部であり、それを乗り越えることで、さらに強い絆が生まれることもあります。アーティストとファンの関係は、一朝一夕で築かれるものではなく、 長いい時間をかけてて少しずつ深まっていくものですファンはアーティストの成長を見守りながら彼らの活躍を共に喜び時には辛い時期も乗り越えていきます。こうした時間の積み重ねが彼らの絆をより強固なものにしているのです。